あー、どうすきです。マリオパーティースーパースターズ、やっていきたいと思います。いきましょうか。やっと着いた。ここがスペースランドだよ。ということでね、今回の舞台、スペースランド選ばれています。よろしくお願いします。さあ、説明の方見ていきましょう。その昔、この宇宙星座のスーパースターが悪の皇帝を倒し、銀河に平和を取り戻したんだ。あれ、そうなんや。ありがとうございます。ほんで？あれはとても激しい戦いだったよ。ということでね。でも、なんであなたが知ってるんや。それ昔やんやろ。でも、あなた年取ってないよね。実際見てなかったんちゃうか。あれは激しい戦いだったなとか、いかにもなんか自分が見てたような話しますけどね。見てないの嘘つきやこいつ。連れてけ、キノピオ。そのまま連行しろ。ここからはこのキノピオが仕切らせていただきますね。あれ、ここからはこのキノピオが仕切らせていただきますね。ところで皆さん、このまま初めてですか。それではまた順番を決めましょう。4番やばい、切断がちょっとありましたね。もう一回ちょっと仕切り直しました。1番2番ロゼッタさんです。3番はルイージさんです。4番ヨシーさんです。プレイ中が決まったところで皆さんにコインプレゼントです。さて1つ目のターンどこでしょう。ということでね、やっていきたいと思います。やらほろーん、やらほろーん、ラブトゥース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 。さあ行きましょう。3番手でのスタートになります。やらほろん、サマッキーさん、カンカンさん、ユツさん、よろしくね。10番、さあ天板ハーモニカですね。天板です。うわー、これはあーっと、でもヘッポコマス悔しいか、悔しくない、悔しいみたいな。ドンキーの A スタンプもなかなかいいですね。1000番、3位判定じゃなくて2位判定ですから、アイテム小袋なしの実況プレイ。ダブルザイゴロー、いいね。それはやられましたね。さあ、バーディブルバルイージー。さあ1とかでもいいですよ。7、どう、なんかヘッポコマスか、アイテムスこい、ヘッポコマスか、アイテム、あークソマスかよ。クソマスなマズワリやで、ほんまに失礼やけどね。そんな言い方したらマスに失礼やけど、マジでヘッポコマスなんで何もないからね。通常ヘッポコマスなマズワリです。ほらほらね、嫌がってるやろ。なマズワリ一番あかんからね。さあ種目、お宝フィッシングか、どうでしょう。カウント1、2、3いきましょうか。この樹木はね、電樹木ですよね。テレサ行きましょう。キャラクターを数えて、それでやるっていうコースなんですけれども、テレサ数えるだけですね。消えるから難しいな。2、4、ロー、ハート、2、4、ロー、ハート、1、あれ？あった？一応19に見えたけどな。2、4、ロー、ハート、2、4、ロー、ハート、19やね、どう考えても。2、4、ロー、ハート、2、4、ロー、ハート、9、19、間違いないわ。20点にしとこうか、ほんなら。間違いないんで。カッコン！みんなで楽しそうとしてたんや。まあ、今回テレサ簡単やったな。キノピオとかが難しいもん。テレサなんか、透明化するだけで別に欧米化やからね。おいさてなわけで、まあ、全員で分け与えせやな。てか、スターの位置、結構奥側やったもんな。めちゃめちゃ上の方やったからね。ほほーい、ラブトゥース。さあ、負けないぞ、当然やで。負けない、負けるつもりはない。この舞台に立ったからにはもう、スーパースター目指してます。やる気満々で、連続天板はやばいやろ。すごいよ、それは。みんなめっちゃすごい言ってくれてんの。ほら、ありがとう言ってんの。天板連続がびっくりやもんな。さ、クソマス座れ。あかん、しかもラッキーマス座るつもりや。一丁前にさ、3位判定やからね、これで。全然3位ちゃうやん。1位やん、一番前やねんから。やめろ、アイテム袋とかやめろ。あぶね、お小遣いちゃうやん。惜しい、あぶね。ワオー出したいな、黄色のヨッシー。惜しい、ワオー。あ、これ鳴き声いいな、わあ。さあ、ダブルザイコロ使うかどうか。ノットかもしれませんね、ここは。生ザイコロの予感、生ザイコロです。
5番、これはヘッポコマンですか、開いてますか。開いてます。いいな。ルーレットやろ、ここのステージは最初。あー違う、まあ、これは手堅くキノコかな。お小遣いちゃん取ってもな、どうしようもないもんな。お、呪いサイコロ選んだか。なかなかどういう判断なんでしょうね、これは。調整ってことか、マス調整。あ、喜んでるもんな。わざと狙ったっぽいな。何か考えがあるみたいやね。パーティーボール、悪い位置いきます。俺もちょっとアイテムは使う、なんかやりたい。あー、7、7かよね。ね、なんかハプリングますか。いや、ヘッポコ通常とかやめて、マジでヘッポコ通常だけやめてくれ。あかん、ヘッポコ通常の予感がする。あー、ヘッポコ通常、隠しブロック、隠しブロック、隠しブロック、あかん、もうなんでやねん、もうヘッポコ、よし、もヘッポコ通常やったらどうすんねん、これで。8番、なんやろな、ハプニングマス、あ、ラッキーマスや。しかもバンクでちょうど2判、2判定やから、アイテム袋ないわ。アイテム袋ないですよ。残っとキノコっちいいな、そんな俺だけあかんやん、そんな俺運悪かった、俺運悪かった、俺運悪かった、俺運軽かった。やめてとか言わんといてみたいになってるやん。俺に言ってんねん、いろいろキノコ最高。とりあえずもうミニ羊毛で買っていくしかないな。行くぞー。まあ、これはまあ割といける手応えはありますけどね。潰しに来てんな、刺せるかよ、かわされた。一旦上で耐えて、終わった後にヒップドロップで潰すのがベター。うふっ、まあ、ここ安定取るわ、上空でアタックス。黄色いのメンバー、おーっと乗せたか。あー沈んだか、さすがに沈んではないか、浮いてるか。アタック、うわ、ピンキングメンバー、これ先入るわ、先入ってからボンバー、紫か、これよし復帰可能やもんな。ドンキ特大大天空、逃げて赤、お、うまい、それよし。ピンポイントやな今のな。さあゲストがお湯で来てくれます、お迎えですね。ミツリングメンバー、ここはまあ先に行くわ、まあ、先に行くかは潰すかのどんな感じやから。ほっ、スキャリー、どうだ、結構痛いんちゃうこれ。オッケー、しっかり最後決めてきましたね。よっしゃー、今の俺あんまりヒップドロップ仕掛けてなくて、急に仕掛けたから油断してたと思うんでね、そういう戦法でした。やったー。いや、みんなやっぱ悔しいよな。リアクションありがとうございます。リアクション多い方がね楽しいですもんね。スタンプのリアクションありがとう。さあもう一回10番出すつもりか。これもうスターまで一直線やな。でこれで一直線行った時バンクとかあったら面白いんだけどな。バンクないもんな。バンクでコインが足りないとかね。あーと、あとヘピボーだ、ヘピボーだ、ヘピボーってことはスターいけないよ。よし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 、びっくりしてんな。さあダブルサイコロ起動、起動言うてんな。いいな、天板、嘘やろこれ。またハプニングマスちゃう、2人とも。ほらだからロゼッタハプニングマス分かってんちゃう、戻されちゃうわって言ってんもんな。すごいな、カンカンさんもうそこまで分かってんねや。今だってドンキーと同じ出目やもんな。なんなら左で買い物行くまであるもんな、これ。ほら、やっぱそうやな。買い物ボーナスの観点からどうせ戻されんやったら、買い物してから行った方がいいという判断ですよね。いいなぁ。めちゃめちゃいいやん。ペローンやね、そんなん。ペローン。ハプニングマスか、結局。そっちもハプニングマスやったんや、どちらにしろ。頼まずに、ハプニングマス。ハプニングボーナスを二人が稼いでたか。戻されていく。パーティーボール悪い字ですね。ここは俺もちょっとね、銃とか出したい。8番、OK、割と出た。これは、
レッドボーナスでいいかな。レッドボーナスで。よし。いや、これはでかい。レッドボーナスは手堅いよ。さあ、ヨッシーに関しては、キノコか、生か。生ザイゴロ。2番。さあ、これは空いてますか？ラッキーマスあるぞ。ラッキーマス2判定なので、アイテム袋はありません。呪いサイコロを獲得。いやー、ちょっと嫌やな。ふっかけられたくないな、呪いサイコロ。何対何やこれ。よいしょー、1対3で見に、よし、ジュラシックパックン来い。ない、またちょっと来い。ゴールデンゴール、よーし、行くぞ。ゴールキーパーは得意や。マジでもう、範囲セーブを連発する。行くぞ。行くぜ、スタートか。せーの、ブロッカー、おっと、ほっ、ヨッシーの軽いキック、よし、しっかりと押さえていく。ナインセーブか、おっと、ふっ、いやー、まあそれ無理や。うわー、とりあえず一個ずつ止めよう。ふっ、よいしょ、おっしゃ、場外、よっしゃー、結構むずいな。結構止めたけど、あと3つであかんって、むずすぎやろ、これ。キーパー側結構むずいな。やりました、やったー。しゃあ。さあ、ドンキーコングスタートです。7番いったが、これはどうか。どこまで足を伸ばす。まあ、さすがに頼まへんやろ。コインタリングだったら最悪やもんな。頼まない。あ、お小遣いちゃん持ってんのか。お小遣いちゃん、開けるか。いや、開けないよな。開けないよね。お、あれ？これレッドボーナス並ばれた、もしかして。さあ、これでドンキーはちょっとコインが足りなくなっちゃうね、スターに対する。そんな悲しまんでもいいやん、ドンキーな。そんな頭抱えるほどでもないやろ、別に。大げさやな。さあ、5番。さあ、このままロゼッタがね、コイン獲得しなければ、バンクでね、3枚マイナスなれば、もしかしたら、2人ともスターミスの可能性あるからね。あ、ヘッポコ通常か、通常マスあるから無理か。通常で3コイン取られてもたわ。ハプニングマスみたいね、ここで。7番 !7 押してきた、ハプニングマスじゃん、ちょうど。ちょうどハプニングマスで巻き添えちゃう。俺の狙い通りな気がすんねんけど、どう？取りさえでいきますわ。取りさえ買っといて、あ、1個多いか。6番でよかったんか。あ、1個多いわ、1個多い。やってるわ、これ。やらかした。ヘポコ通常になっちゃった。くー、悔しい。1個間違えた。生ザイコロ起動。9番です。どこまで行きましょう。おーっと、通常マス。何買うかな。トリプルサイコロ行くよな、やっぱ。そうやんな、トリプルサイコロやっぱ魅力的やもんね。さあ、どうか、隠しブロックの予感か。おお、結構予感やってんけどな。みんなそこちゃうかと思ってたもんね。アリー地獄でデンジャラスか、テラスでサーチライト。これはど、誰が一人これ。あ、ドンキーが一人か。これだからドンキーがスター取るか、ロゼッタがスター取るかって感じやもんな。まあ、これミニゲーム勝ちに行っていいか。ほい。さあ、ドンキー潜った。ブクブクブクポーン、いやーと捨てらしてるんですけどね、認められない。ブクブクブクポーン、よいしょ、あれー、すごいすごいすごい、よう耐えてんな、それ。もう結構さ、アウトって言われてもおかしくないもんな。オッケー、まあ、これによりドンキーはコインが足りないのでスターしくじるって感じか。で、ロゼッタが確定ライン。そうやね、ドンキーはちょっと悔しいという形になるな。泣いてもうた。
さあドンキーコング、ここでハプニングマスを踏んでくれればいいですけどね。2とか出して2出せ。天板どんだけ走んねん。通常でもなんか常にキノコみたいなもんやないか。これはどこ行こうかな。まあ、テレサか真ん中切り込んでやり直すかやな。どちらもヘッポコマスですからね。そうやね、まあ外周から攻め込むって感じやな。でロゼッタに関してはもうダブルサイコロ起動により、まあ11とかね、まあ一応出す可能性はあるか。6まであるから、スターまでヘッポコしくじる可能性。ああ終わった。13番、さあこれにより暴れ散らかしが成立してしまうもんな。俺もちょっとここでチンタラしてられへんから、トリプルサイコロって形になりそうかな。あ、まあスターの位置次第か。いやーやられた。これはもう2人が足早すぎたもんな。ヨッシーと俺あんま進めてないですからね。おめでとうございます。さあ次のスター目の前来い。おっしゃおっしゃおっしゃ、やった。おーいほーい、目の前や、やったー。最悪やーどうしよう、誰も行かれへんやん。あ、真ん中切り込めばいけんのか。なんならロゼッタが真ん中切り込むやん、ラッキーマスで。やばいやばいやばい。おーっと、生7コインで勘弁してくれた。いや俺も急いで、あとおったらおいさそうやな。スタイムね20やから20出すわ。せーので、パンチングメンバー、せーのーでガツン、とどめの一撃ボンバー。何がトリプルサイコロじゃん笑かしてくんなほんまくそーほんま今のワイが面白すぎるって。やったー、戻されたー。もうええって、なんやねん、もうあーって言って、まあ、さらにさらに情緒がおかしくなりそうや、ほんま嫌すぎる。もう嫌や、もう泣くわ俺も、ちょっと泣いていい、悲しい。いいな、そんなアイテム持ってて。さあ叩き出すか。17番出ましたね。さあ取り締まりちゃんと見ていく。まあこれ頼んでね、あの俺も連れてってもらえるっていう可能性もありますから、それに期待しますか。俺ここおっても何もできひんからな。5ターンスキップくるみたいなもんやもんな。アイテムなしでここおったらもう5ターンスキップやもんな。きつすぎるで。さあバンクが溜まってきたな。バンク狙いたいね。真ん中切り込むんちゃう。一番引いたあかんとこ引いたな完全に。さあ1対3も考えられるが、1対3も考えられる。ジャスティックバックン来い。来た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 、おしゃ、キラ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 。ほんま、これめちゃめちゃ笑かしてくれる種目ですからね。絶対俺勝つから。負ける要素がないんで。もうまさにボーナスミニゲーム。このまま走っていくだけやから。よい。たた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 ワンツースリーフォー、ワンツーポン、おっしゃー、ワンツースリーフォー、加速でポン、オッケー。しかも B 連打、そんな速くなくていいしな、これ。はい、 B ちょこちょこ押してたら OK やから。で加速していって、加速でポーンっていう感じでね、休憩時間も設けられてるんで無償降臨。はいはいよ、加速していく、トン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 、ピョイと、ナイス。そろそろゴールが来そうな予感か。加速で、オッケー、ゴールイン。よし、ここはまあボーナスミニゲーム引き当てたんでかいね。
単独はでかい。コインボーナスに圧がかかりますからね。まあ、なんならもうあれやもんな。スター取らなくてもテレサでさ、スター取れるから。茶道着玩具。9番です。さあ、ここは、まあ、ロゼッタでしょうね、さすがに。スター持ってるっていう、だからそれを考えてないな。スター持ってるっていう、観点が抜けてるぞ。あたらら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 ら大外ラッキーマスかな。お、通常か。レッツゴー。あ、スターが近いんか。でもカンカンさんコイン足りひんもんな。呪いサイコロ自分にかけて調整かな。ドンキーコングにかけて罠に仕掛けるという感じか。そうやね。まあ何もないとこに与えといたらいいもんな。確かに。5番、オーバーランという形になります。これはお回し込んでさらきます。うわ、やっぱこれあれじゃない、あのドンキーさ、ロゼッタから奪うべきやったんちゃう。ロゼッタ2枚目いってしまうぞこれ。呪いさえから待った、まあ、これやったらまあスターにコイン足りんからいいけどね。何しようかな。まあ2とか出したいかな。2でパトロール頼もうかな。10やったらハプニングマスかな。パトロール頼んでみようかな。そういうことやんな。すごいって言ってるってことはハプニングマス違う。え、通常パトロール頼まへんわ。じゃあ意味ないもん。ハプニングマスパトロールすれば買い物まで戻れるからいいねんけどな。よし、来た。主張した、ここは。さあ、行きましょうか。ピロリロリローン。ええー、いいね、とか。ありがとう。やられたなぁ。サントリーのゴクリをね、飲みながらやらせてもらってます。サントリーのゴクリグレープフルーツっていうね、ドリンクなんですけど、それちょっと飲みながらやってますわ。さあ、テレサ。これロゼッタから奪ってや、さすがに。コインを、そうです、さすがやな。コイン多いからってね、俺から奪うっていうのは安直ですよ。ロゼッタから奪わないと2枚目いかれるっちゅうね。8枚。お、ブゲソー。さあ、これはどうか。なあ、さ、すごい言うてんな。すごいぞ。さあ、これどうか。まあ、クッパ大爆発、ハチノスブンブンブンだけは避けたいところ。カッコン。まあ、ちょうど10枚でいいか。カンカンさんが10枚までしか出されへんからな。種目。回すのとか出すか、これ。回すの切るか。回ってスノーボード。パラパラブックオッケー。パラパラブックは俺の得意技やもん。これはもうインアウトで分けていくっていう仕分けの作業になります。インコース突き、アウトコース星、さらにはインコース突き。ちょっと混んでるな。危ない危ない、押されるぞ。アウトコースお星様、インコース星で行こうか。広い方で行くわ。アウトコース丸、はい、インコース丸で、アウトコース月、インコース星、インコース星、はい、インコース月って感じでね、あの歯科検診みたいな感じ。インコース月で、インコース星、インコース星、インコース星、
インコース星、アウトコース月、アウトコース星、アウトコース星、インコーススター、オッケー、やりましたね。オッケー、おほー、28枚ありがとうございます。これはでかい。でこれでカンカンさんの動きを封じたな。ないでもだがミニ業務行きましょう。スタート。蜂の巣ブンブンも来てるよ。ゴーゴボクは競馬ですね、競馬ですね。さあこれ結構好きな種目ですからね。ほんまに人参取れるかどうかっていう種目やから気合い込めていこうか。カコーン、スタートしました。まずは先行争いがありますんでね。どうせてかヨッシー先行争いめっちゃ飛ばしてくるやん。え、結構これ前半の時計早いで、めちゃめちゃみんな飛ばしてますからね。激しくなった先行争いどうか。さあ人参の調整、人参の調整、しばらく人参出ないよ。人参出た、いけ。さあ全員が人参を取った。さあどうか、いけ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 。さあ直線コース、長い長い直線。さあどうか、これもっと連打していいんか、もっと連打していい。はい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 、追い込んでくる、追い込んでくる。さあ逃げろ逃げろ。さあ悪いぞ逃げ、悪いぞ逃げ。さあ少し少し、うまいぞ。絡みがいがあったか、絡みがいがあったか。ゴールイン、どうだどうだ、なんとか選んでゴールイン。写真判定、首投げ下げ、どうだ。わずかに写真判定の結果、わずかにわずかに首差、先着していましたね。オッケー、きたー、やったー。いや、よう頑張ったな、嬉しい。さあドンキースター獲得じゃこれで。あ、ドンキーあれ呪いサイコロかかってるからスター取れないわ、通常や。ソロティングメンバー、ロゼッタ呪いサイコロ食らってんのか、ヨッシーにより。ほんならまあどっか抜け出すしかないな。1番通常の腰か、調整したってことか、喜んでるもんな。さあ俺はちょっともう行き場なし、なしやんでね。ちょっとほんまにレーザービーム食らっちゃうから外回すしかないよな。うん、これレーザービーム食らったらあかんね。外回してテレサとか行くわ。さあ空いてます、ワクワク抽選会行きましょう。おっと、さあこれがクッパジュニアだけは出んなよ、ほんまに。あのマッキーさんにわーいのスタンプ押されるからね、これ。クッパジュニアだけはやめろよ。あかん、これ絶対あかん、わーいのスタンプ押されるって。もう待ってるで、左上。待ってましたよ、そのスタンプをよ。お、届かない、これは届かない、これは届かない。いやーすごいな、これなかなかみんな足止まってんな完全に。お、さあこれちょっとありがとう、レーザービームまで準備がね整えつつあるからな。これは左一択やと思いますよ、何にせよ。左の買い物するか左のスター取るかしかないからね、このステージ。基本右なんもないからね、右はテレサおるぐらいやわ。さあミニゲームいきましょう。4対4か、1対3も考えられるが、4対4。何いけ、マースロいく、腹ペコ巨大プクプ。これ連打しんどいねん、これほんまに。その連打です、泳ぐスピードの差が変わっちゃうのがマジできつい、これ。連打ね、こうゆっくりでよかったらいいねんけど、めっちゃ連打早い人おったらもうそれできついからな、普通に。よし、連打早いわ、カッコン。おら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 、うわー、当たる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 、負けねー。直線でラシ比べ、
しもうほんまもう。悔しい。マレージョスピード出えへんかった。もう指疲れてしまって。やられた。悔しい。あ、スター獲得か。いやー、おめでとう。さあ、マッキーさんスター獲得という形にはなりましたね。いや、悔しい。連打の差で負けた、完全にもう。おーい、あ、やばい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 。あ、そっち？もう外ない。うわー、すごいな。誰も行かれん。あ、ロゼッタが下ルート選択した場合いけるか。8番で下ルート選択した場合はいけるかなって感じやな。さあ、これでレーザー砲が発射ですが、ちゃんと進路外してるからね。みんな上選択。さあ、ビーム砲に関しては特に誰も当たる人おらんもんな。俺ギリギリ外してるからね、ちゃんと進路。はい、ということで誰もいませんねという形になります。で、上ルート何があんのやろ。通常か。何狙いかしら分からへんけどな。はい、5番。これはドンキーから奪うべきかな。あ、声合わせてくれたんか。うまいな、スタンプ。あ、まあドンキーから奪うという形にはなるかな。はい、ごめんね。やったー。さあ、ここは獲得という形になります。よっしゃー。さあ、クーパーマス、やった。でかい。これスタッツ単位一つ奪われないやろ、さすがに。これで一つ奪われることはないやろ。これでスター一つ奪われて横流しになっちゃうからね。あ、スター一つ奪われる、あるわ。横流しになるぞ。あぶねー、悔しい。でもクパマスボーナス取ってんのでかい。よしよし、クパマスボーナス獲得。レッドボーナス、クパマスボーナスって結構きますからね。よかった。さあ、1番で一旦スキップを選択。あー、でそうですね。お、やった言うてんの。2対2でミニゲームいきましょうか。シーソーでコイン集めってことで、まあ全員がコインが増えるよって。20枚ずつ、まあ大体は17枚ぐらいとかなんのかな。左右に分かれて回収するよという種目になります。せーの、まずドンキーから。ドンキーが左サイド集めてもらって、せーの、右側サイドしっかりこだわるね。オッケーオッケー。よし、これ結構取れてるわ。全部いけんじゃん。はい、そう、真ん中頼む。あーっと、ちょっとしくじったか。で、生き品に俺取ってくるわ。生き品で帰り下ね、真ん中取る。オッケー、よしよし、お互い20枚。うまいな、みんな。さあ、これでボーナスミニゲームという形にはなったね。わけわけで。よーし、ナイス。このステージもなんか手堅くいた方が良さそうな。今回スターの売り上げがないから、赤月ちゃんとか勝ってもいいかもな。テレサで奪うみたいな。さあ、ドンキーカング、金の土管発売してますよ。9番により、まあここは金の土管買うか。それともトリプルサイコロか。そうやな、ラッキー言うてるよな。これお金の関係上ちょっと悩むよな、ここな。まあ、金のとか言っていいと思うけどね。
ダブルサイコロ悩んだ結果ダブルサイコロやな。まあこれ悩むのは分かるわ。コインが取れなきゃ金のとか意味ないからね。さあ頼まないよ、選択していく。さあお小遣いちゃん、お小遣いちゃんはどうか。まあ開けてもあんま何もないと思うしな。まあ開けたら進路変更できるか。開けるんじゃん。な、開けてインコース切り込んでいったらさ、スターの方いけるもんな。それはいい判断やな。で、4位判定ラッキーマスで、アイテム小袋あります。当たった！ここで決着のようです。そう、やっぱ決着のようです。カンカーさんに言うと。あーテレサベル出てしまった。ダメだ、テレベルはダメ。それはいかん、それはいかん。やっちゃったな、これはもうダメだ、終わりやな。呪いサイコロ、まあ俺にふっかけるとかはあんのかな。生サイコロ8番で、真ん中切り込むか、大外のテレサ。それテレサ行くにはまあ50コイン必要ですから、それだけ注意やね。なんかアクション起こしたい。アクション、なんか、なんか通常だけはやめてくれ。ラッキーマスか、なんか、あ、選べる。ラッキーマスか通常。でもルート的には上が正解やもんな、今な。上やな。ラッキーマスでなんかアイテムキノコとか引きに行くわ。よし。で、何かしら、まあ、7コイン以外やったら OK。いけ！山岳！3番。通常ですね。隠しブロックどうか。ノット！さあ、何行きましょう。稲売りワンワン行きますか。ぐるぐる痛い方！これは、まあ、狙われたら魔法負けという種目になるからね。ちょっと厳しいけど。ぐるぐる縦にするか。縦にして、アタックス。よし。アタックス、よしよしよし。今のところ1ダメージずつ与えて、ドンキーぐるぐるかわすつもりやな。そうはさせん。ふっ。よし、もう飛んだんか。早くね。よし、ここは、無効か。無理か。アタック。かわしていく。ロゼティングメンバー。削りたい。 HP ロンキー、よし、飛ばした。1対1。これはあの3対3になってるもんな。お互い食らわなかったが、ふう、その中での先制点は美味しくないな。 OK、 でかい。無敵時間終わってから行きたいが、ふっ、ぐるぐる痛い方、ぐるぐる痛い方。難しいのね、これ調整が。えい、総裁アタックス難しいよな。これならどう。危ない。おい、かしていく。ちょっと遅めのがいいな。あー、大砲やろ今の。お、落ち着いてね。あー、大砲でもわかんねや。結構大砲ガードしてくれへんのあんまり。これまずいな。ロゼッタコイン足りる。やばい、ロゼッタコインがあんま与えたらいけないのに、スターで取られちゃうよこれ。ターン10。さあ、テレーサーでという形になるな、これ。ダブルザイコロプラステレーサー起動、なってくるよ。あ、通常なんや。通常節約、アイテム節約からの、テレーサー。無償降臨。さあ、ここは冷静やね。俺から取られたからって俺から来るかと思ったんですが、ここはマッキーさん冷静でしたね。13。これはめちゃめちゃ取ったな。うん、13はなかなかすごいぞ。からの買い物で金の土管狙いか。あ、そうか、そこ赤ずきーちゃんめっちゃ強いね、このステージ。下ルート
ダイレクトでまさか取るつもりか。しかも相手を1個余して持てるやん、それ。そのルート行くつもりやったらもうダブルサイコロでよかったんじゃ。さあ、呪いサイコロやぴったりサイコロ、トリプルサイコロあります。トリプル取りそうやな、さすがに。さあ取れるもんな。あ、みんなぴったりサイコロなんや。おお、いいな。ペローン。赤ずきーちゃん捨てられるやろうな。友達だよね、落ちたなんかも。別にテレサいらんという判断なんや。まあ、50コインやったらいらんかっていう判断やな、これ。すごい珍しい判断よね。確かにテレサで奪うのって50コイン必要やからな。さあ、悪い字。俺何います?ヘッポコ通常か。1番。あー、これちょっとやばいな。テレサ起動される。やばい、テレサ起動されちゃう、次のターン。スター入ってたらやばいで、これ。スターや!すごい!いや、マジですごいな、それは。なかなか入ってないからな。2来い。2、3は何や、空いてますけど。なんかいいのあるんちゃう?なんでヘッポコ通常やねん。7番。さあ、金の土管が発売される中、赤ずきーちゃんでテレサを起動するから、もう即決金の土管やね。で、VS マス。うわ、これ、やばくね、これ。もし、ロゼッタが勝つようなことがあったら、もうロゼッタいきなり3枚になってみんな終わりやで、これ。全員でテレサで奪わなあかんくなっちゃう、これ。まあ、俺絶対勝つわ。マーチスノーボード切るわ、ここで。残っていたマーチスノーボードというカード。もしくは、居眠りワンワンというカードもあるからね。その2枚のカードが残っている、まだ俺には。え?さあ、何が出るか。どのミニゲームで決まるんでしょうか?発掘バッスル、まあ得意やな、これは。これと謎ってクレーンは俺のためにあるからね。行きましょうか。用意、スタート。さあ、ヨッシー間違えて下車しましたね。そう、俺も今ね、練習で間違えて下車しちゃったんよな。多分なんかどっか行ったら下車しちゃうんでしょうね、ルール上。よし、下車は面白すぎるけど、さすがに。あ、ちょっとずれた。ガタガタなっちゃったな。外周が。内心もちょっとずれたな。はい。まあ、何してんねん。ロゼッタ買ってまうぞ、これ。あ、94点や。よかった。ヨッシーは下車するし、ドンキーは何書いてるか分からへんかったな。おっしゃ。ナイスー。おっしゃー、でかい。 VS マス、ナイスからのもう一度ミニゲームやもんな。ボーナスミニゲーム、しかも4対4でいいよ。4対4ナイス。スケートレース。さあ、最内枠引けるかどうか。大外がきついで。最内。あー、3番枠どうかな。スッと内に入れたらチャンスや。ロケットスタート次第。いけ。よっしゃ、よし、ドンキーが外に膨れた。チャンス。いけ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 。このまま出し抜くぞ。ゴー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 。ちょっとイン入りすぎてんな。ちょっといい感じ。スピード乗るぐらいでいかんとね、イン入りすぎたら減速しちゃうから。よし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 。さあ、あと何周。もうこれで終わりか。
結構いいですね。よし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 、ゴリやりましたね。さあここで選ばれる可能性あるからね俺。悪い字が活動とか言って選ばれる可能性あるから、これ2位やからね。1位の人は選ばれないですが、2位3位4位はほんまにどれ選ばれてもあの大丈夫なんで。さあラスト5体イベントいこうか。さあ当たれ。そうやな、ここはもうみんな当たれ願うしかないぞ。これマジで当たったら運命変わるからね。当たれ。さあとてもいい勝負。当たれ。2位の俺にも権限があるはず。走ってきたか。おっしゃー、久しぶり選ばれた。おっしゃー、隠しブロックカードやった。いやマジか、久しぶりに選ばれた、ほんま嬉しいな、もう嬉しい。そうほんま最高やね。さあドンキーカングスター獲得やもんな。ダブルザイコロでスター獲得やろ。隠しブロックカードこれいつ使うべきなんでしょうね。さっき使うのか最後に切るかっていうところやんな。これダブルサイコロしくじりマンボウもあるからね。13ってなかなか出えへんから。さああと8以上当てなあかんから厳しいはず。厳しい。55ゾロ目すごい。あのこのこバンクも溜まってきてんな。これ32枚やで。これ当てたら、当てたいな。でもスターまで行きたい気持ちもあるもんな。スターはでもドンキーしか無理か。あ、ドンキーやな。ドンキー確定ラインや。え？違うんや。さあ、1番。あ、テレサ、テレサコインないね。よかった。危ない危ない。これロゼッタコインいっぱい持ったら大変なことになるもんな。まあ、ここは俺が狙われて OK。連打します！あかん、連打できてない。10枚ぐらいいかれそう。8枚ですんだ、よかった。おーし、8枚は大丈夫。あ、ヨッシーがあれか、金の土管でも確定してんのか。あ、レッドボーナス並ばれたって感じか。そういうことや、レッドボーナスがドンキー単独か。バンク来い。バンク来たんちゃう。外れたー、めちゃめちゃ外れてる。しかも戻された、どうしよう。戻された、うっそ。これ厳しいでさすがに。一生懸命回ってきたの俺も。これ仕事終わりやんけ。これもう二度とスターに携われへんやないか。絶対使うやんこんなん。金の土管からだってもう一回買い物行けるからね。これスタープラス金の土管もう一回買えちゃうっていう。まあ、だからそれを見越してたんか。ドンキーはだからあのヨッシーが金の土管で取んの分かってたから取りに行かへんかったんや。賢いな。スタープラス金の土管やで、やばい。しかも買い物ボーナスもヨッシーや。これまずいな。いやーすごい。さあこれででも俺の目の前の可能性あるのか。右右寄れ右寄れ。誰もいけねえ。だからこれまたヨッシー金の土管や。うわー金とかサイクルやこれ。もう金の土管一択な気がしますよ。まあでもあっちにあるからトリプルサイコルで節約したれみたいな判断もあんのかな。ないよな。あんねや、あんねや、ちゃんとあんねや。まあ誰もおらへんからトリプルサイコルで確かに取りに行けるのはヨッシーやもんな。一番近いのはヨッシーって形になるから。いやこの方ね、あの丁寧なんですよね、ユッツさん。ちゃんとこの兵法に毎回マップ見てから頼むかどうか決めるっていう。俺やったらもうポチー押すけど、頼まないってすぐ押すねんけど、ちゃんと見てる。立ち回りは丁寧なんやな。15コイン。
さあこれは2対2か1対3か。2対2でミニゲームやね。種目はオアシスでコインですね。これは最後砂漠に吸い込まれていくやつだよね。これめちゃめちゃ地味な種目やもんな。この一枚一枚取っていくっていう。確か巾着が出えへんかったから、通常のコインをちま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 取っていくっていう種目やね。取ろ。しっかり集めます。で、なるべく、うわー飯食われたか、くー飯食われたきついな、これ。コイン。あれ、ジャンプとかなかったっけ？ジャンプあるよな。あるあるある。で、こうで、ちょ、段差なってんの、地味に段差なってんのな、これ。見てる、難しいな、これ、クソ。なんやねこの種目、ほんま。狭い言うねん。ナイス、よし。おいー、おー、まあ、15、12やから、まあまあ、いいんじゃないでしょうか。で、この後、吸い込まれますよ。さあ、どうか？大丈夫かー？どうだったんでしょう。さあ、どうか。俺もだって4ターンしかないから俺お役ごめんやもんな。やばいやばいマジで。ドンキーコングはなんかあれか、スターとか奪える可能性あるな。何狙うんやろ。さあここは通常マス。レッツゴー。あーこれカンカンさんも営業終了か。あでも中切り込めば営業終了ちゃうな。そうやね、ここで中切り込めば、もしくはこれあのパトロールをお願いしてテレサで取り合うという手もあるよ。あパトロールお願いせんでいいんか。テレサまで戻りたい場合は。さあ隠しブロックチャレンジ。やってまうわそんな。おおさすがにコインやったか。でここでスターとかやったらもう5分中の5分やからねマジで。1出せ。14はダメじゃない。でこれ取り締まり頼んどくわ俺。これハプニングマスでテレサいける可能性あるから取り締まりいいやな。さすがに頼もう。よし宇宙警察頼むぞ。オッケー泣きます。ぴったりサイコロビーム。ねえねえ来い。これヨッシー暴れる打つやろうな。特大大暴れやでこんなん。バンクがね、ちょっと溜まってるからぴったりサイコロ欲しかったんよな。さあ、届いたか、届いた、届いた、届いた。ちょうどしかも。やばいな、これ。あ、大丈夫か。スターでコインなくなるからテレサで奪われることはないか。ちょうどぴったり賞やで、それ。すごい、もう。やばいな。これ、カンカンさんにもう一個行かれたらもうカンカンに怒るよ。目の前。カンカンさんがもう一個言ったらこれやばいもんな。どうすべきや。ターンが足りひんのな。さあミニゲーム4人でミニゲームいきましょう。なぞってくれよ。いく。ドッカン戦車さっきあったやん。ちゃうかったっけ。あれ違うんか。あれぐるぐる大砲か。あいっぱいあるやつや。よしよしよし。このマリオパーティー、一回出たミニゲーム出ませんようになってるからね、システム上ね。これロゼッタ行くわ。お、こんな感じで行くわ。よし。で、これで飛ばした後は、次だから、よし狙うわ。よし、よし飛ばした。よし、あと1対1。お、一回出たらね、もう出ませんから安心していいのよ。あ、さっき行かれたか。やだ、うわー！マ
ジか、悔しい。マジかよ。3ターンか。これドンキー結構暴れる圏内入ってるもんな。早く買い物行ったらどうや。ぴったりサイコロで早く買い物行くべきやで、ね、これ1とか出したら、あ、10じゃん。もうぴったりサイコロやん、それ実質。金の土管プラスとかも何でも好きなことやっていいで、これ。ん？何？お小遣いちゃんか。開けないのか。もう一度。開けない。あー、マス調整してチャンスマス狙ってそう、これ。そうやんな、チャンスマス狙いや、これ。あそこでぐるぐる回ってチャンスマスってことや。だからスター取りに行くよりチャンスマスで交換したれっていう考えなんや。ダメだ、ダメだ、危ない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 。ビーム食らされんと次誰が通ったら。これはカンカンさんアイテムないから左一択か。あ、回した、マジで。あー、アイテムマスかよ、やばい。これで金の土管かテレベルが出るってことをもしかしたら予測してるんじゃねえか。弓矢、さあの奥は何でしょう。一番奥のやつは何でしょうか。赤崎ちゃん、よし、なし。おーっと、ここは自らの偶然勝ち割りということになるんで、クーパージュニア出番ですよね、さすがに。わーいの出番。わーい出ましたね。よう分かってんな、それ。ほい。ぴったり、ぴったり、ぴったり。バンクぴったりじゃん、これ、バンク。バンク。あー、もうヘッポコ通常じゃねえかよ。ラッキーマスやけど。うわー、怖いな。キノコ欲しいな。アイテム袋ビーム！あー、ダメだ。4番。さあ、テレッシングメンバーにより無償降臨。まあ、ここは誰から奪うか決めきれないか。ロゼッタか俺か決めきれない。おー、まあまあ勝ってんのはロゼッタやからな、ここは。だって俺だって隠しブロックカードあれスタートは書いてないもんね、別に。隠しブロックカード持ってるだけやからな、俺は。あれが、例えばテレサベルとかやったらね、金の土管とかテレベルとかやったら俺狙ってもいいねんけど、ここはまあカンカンさん狙うのがまあ硬いかなって感じやな。申し訳ないけどね、カンカンさんには。さあ、ミニゲーム。よいしょ、4人でミニゲームですね。何行きましょう。生々ぴょんぴょんぴょんですね。さあ、これが中枠有利ですからね。俺中枠や。外枠めっちゃ飛びにくいからね、これ。中枠めっちゃタイミング取りやすいから。もう勝ちですわ。せーの。ワン、ツー。結構余裕あんのよな。ほい。せーの。このね、縄を回す人がね、もっと端っこ離れてくれたらね、枠順にあんま有利不利出えへんねんけど、結構これ近いからね、やっぱどうしてもインコースは厳しい。ほい、せーの、ほい、ほい。急に速くなったりしますからね。ひょい、早めに飛んどかないと次のジャンプ間に合わへんのな。ほい、ほい。つくずん、つくずん。99回飛んだらこれ引き分け優勝や。はい、ほい。99が飛ぶぐらいの気持ちでいくわ。ポンポン、つくずん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 。ほい。さあ、40回飛んでいく。しっかりと早めジャンプから早いの対策しています。ほいほい。さあ、ドンキフェイント危ないぞ今の。
ほいほい、つくずんつくずん、おお、うまいな、みんな、おい、うまい、おい、うまい、これ感心しちゃうね、さすがにピカイチにうまいよ。さあ、ここはドンキーが飛んだことによってそれをナマトを勘違いしましたね。今のでドンキー間違えたね、絶対俺も間違えそうになったもん面白すぎるやろ、さすがにそれはやったさあ、ラスト2ターンで、これでドンキーとしては、あれか、ぴったりサイコロプラス、待て待て待て、ぴったりサイコロプラス赤ずきちゃんでチャンスマスやぞ。いかへんのかい。あ、でもチャンスマスいったんちゃう、いったわ、生サイコロでチャンスマスいったんちゃう、これ。え、ビュン、あ、大丈夫か、よかった大丈夫やな俺おらへん、俺おらへん。俺もね、あの出目次第ではここにね、居座る可能性あったからね、早発射してくれてよかった。通常サイコロで俺3ぐらい当てたらさ、右選んでも左選んでもアウトみたいなとこあるから、ほら早めに言ってくれてよかった。あー、これ完全にチャンスマスやろ、あそこ2連続チャンスマスやったはずやから。なんでやねんあ、最後のターンにするってことか。あ、そういうことね、ラストターンにチャンスマスするってことか。もう考えが分かってきたわ、それだ、言うとくわ、うん、ドキドキドキ言うとくわ、うん、もうそういうことやねっていう。マッキーさんの狙い分かったよ、ラストターンにそれやるんや。え、マジかさあどうか。いや、これはまああんまり勝負せんのじゃ危ないもん、これやりすぎたらあかん、20万ぐらいにしとき。まあ、この決闘っていうのはね、やっぱあの今まで培ってきたそのミニゲームで勝てるなと思ったら行っていいと思うのな。俺やったら結構今回ミニゲーム勝ててるから行くかな、結構行くと思うな。俺やったらもう全額決闘じゃいくらい行くと思う。これほんまその皆さんのやってる手応え次第やもんな。さあどうか、30枚勝負やからね、これ勝ったらでかいで。ビリキゴーさん、いやー、どっちがこのビリキューを制すか見ていきましょう。今回ビリキューめちゃめちゃ多いパターンやね、あんま加速したらあかんよこれ。ビリキュー来るよ、うまい、おい、うどんきうまい、ロゼットが受けている。さあ、わずかにカンカンさんがリード。あーっと、でもこれは直撃やな、わーっと、二人の直撃、まっさやな、二人の直撃になるような、今のは避けられんコースな。うえい、わずかに、おっと、3連続の加速入った、ロゼットがリード。これをなんとかするには次のビリキューをかわす必要があります。しかしロゼットかわしたので、ロゼットの勝ちという形の、でもこれはドンキーとしては別にあのええよって感じやろ、チャンスマス狙いやから、まあまあいいんじゃないですかねって感じやろね。ただこれはちょっとあのコインボーナスが俺負ける可能性あるから嫌やな。60枚でかいわ、しかもラッキーマス。呪いサイコロとかはやめてほしい、その俺にかけられちゃうから。あ、でも俺多分今回あれやで、俺あののんびりボーナス取れるわ、あんまいかんほうがいいな。6番、通常か、はいはいはい、まあビームクラウンが一番嫌やしな、まあ、こっちで避難して別にターン終了でいいかな。オッケーオッケー、さあ天板により、これ中切り込んでみんなでごちゃごちゃ対戦になるのか、それとも大外回し何か踏むか。ヨッシーがいつの間にかスター2つなってるからね、俺もちょっと隠しブロックカード当てなあかんからな。ここは上ルート、まあどっちがなんかあんのかな、まあ、バンク今回誰も取ってないからね、すごいことに。4番、うわマジかよ、それは強いよ、なんかすごいの当てられたら終わるぞこれ。あー、まあ別に大丈夫かな、トリプルサイコロを狙うんちゃう、これトリプルサイコロ強いよな。
よし、それぐらいじゃ、それぐらい、それストップ。よいしょ、上手。いや、うまい、それは。やや強めぐらいやもんな。いや、それはすごいわ。さあ、ミニゲーム。4対4でミニゲームやね。種目。ぶつかれバルーンかね。これ面白いよな。一瞬で決着の可能性ありますからね。うまいことこう背を向けないように、相手の風船を割るという種目。行きましょう。最初俺真ん中突っ込んでビビらせよう。シュイーンって書いて、ゴラー危ない危ない、うーってフェイントして、フェイントで破れた、おら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 、よいしょ、オッケー、破れた破れた、くめ、突き出せ、なんでやねん、なんでやねん、危ない危ない危ない、うー、よいしょ、そうか、なりはさせないよーっと、はい、はい、はい、うわー普通におもろいやん。なんか、4人で見合いっことかなるときあんねんけど、普通に面白い勝負でしたね。やったー。やったーではないけど、普通に面白かった。さあ、ドンキー、荒らせ荒らせ荒らせ、いよいよ。ドキ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 。さあ、チャンスはせやな、これは。ぴったりサイコロ赤ずきーちゃん、これをもうずっと狙ってはりましたから。ここでマジでスター交換とか、ねえ、スター獲得、できたらすごいぞ。ドキドキやな、ほんま、ドキドキドキやな。さあ、6、5番を選択し、あれ、チャンスマスってそんな遠くやったっけな。そんな遠くやんや。そうなんや。ここ何があんの、アイテムアイテムチャンスチャンスやったんや。そうなんや。奥のチャンスマスを選択。いやー。全世界の皆さんやな、これな。全世界の皆さんお待たせしました。チャンスマスの時間やで。やめて言うてるで。さあ、これで運命マジ決まりますよ。今までよう頑張ったけど。そうやね。頑張ってね。チャンスタイム。さあ、まずは、よーく狙って、スターコイン交換。まあ、コインは多いから、スター交換を当てたい。スターコイン交換でもいいけどね。そやな、真ん中から行くでしょうね。これはね、さすがに真ん中の20コイン。その後、真顔やめてくれ、マジで。自ら、お礼にくれるんかい。ありがとう、その気持ち受け取って俺が優勝するわ。その20コインの後の真顔が面白すぎるな。嘘やろ。ひどい。ロゼッタ呪いサイコロ使うの忘れてんで。さあ、ここは何を上選択。おっと、ラッキーマス、コインか。あ、コイン、でも今のもらったんでかいな、これ。カンカンさんのコイン上回ったんでかいぞ。で、俺は絶対隠しブロックカードを使わなあかん。これ忘れたらあかんよ。ラストターンやから。行きましょう。運命の瞬間。オープンザワールドです。来た！嘘やん。まあ、コインは負けることなくなったか、これで。まあ、それはコインボーナス、ミニゲームボーナス、どっちも大丈夫やわ。あー、トリプルサイコルでこれ、行くか。スターまで10回、うわ、マジか！やらかせ！あー、ダメだ、確定したわ。うわー、いや、これはすごい。さあ、なんとスーパースターの資格。
やばい、これは3枚目いかれてしまったな。でもほぼボーナス俺が取れてるからね。危ないのがランニングボーナス、危ない。ほぼ俺ボーナス取れてるか、大丈夫やな。結構自信持っていっていい。2つ負けてるけど、のんびりボーナス取れてると思うから。買い物ボーナス負けんのか。でもくー、さあ今回マジでバンクも儲け儲けやったね。のこのこ儲かったな。ハプニングボーナス、これやばい。ハプニングボーナス、これヨッシー並んできた、これ喜んでるな。やっぱハプニングボーナスか、やばくなったな。ミニゲームボーナスプラスもクッパバスボーナスでいってもらうか。じゃあこれは1対3でミニゲーム。あっち向け、こっち1ですね。さあもうあとはもう奇跡起こす。まあでも割と50パーぐらいで勝てんじゃん、これ。盤面的にいい盤面で終われたと思う。よし、かわした。今上来ると思ったわ。上行こうとしてたけど、俺ヨッシーが上来ると思った、動き的に。OK。 逆にヨッシーを見て動くっていう戦法やね。ヨッシーを見て、おい、しっかりヨッシーの動き読みます。 OK。 さあ、あと1回。引きずられた。マジか、最後引っ張られた俺。さあお疲れさあまずはミニゲームボーナスから行ってくれ。まずは、あー終わったそれはのんびりボーナスいかなあかんやろうが。ダメだ。うわー、ランニングとのんびり2人1つずつ渡したら、それ難易度と一緒じゃん、そんなん。ロゼッタさんやし、しかも。あかん終わった。いや、ボーナスがなかったですね。のんびりランニングってそんなありかよ。やられたもん、悔しい。やられたなぁ。今回ほら盤面あんま走り回れなかったもんね。おめでとう、ヨッシーやったね。ヨッシーめちゃめちゃあの買い物とかもサイクルとか良かったから完璧やったなって感じやね。1ヨッシーさんおめでとう、スーパースターや。やられたわ。アイテムボーナスも取ってたか。ダメか。うん、アイテム2ゲームプレイした後、おさ、なんとか3位とどまったが、ミニゲームありがとうございます。4位出してしまいましたが、チャンス恵まれて、チャンスを吸い止まった回数も、それバカにしてるやろ。20コイン渡しただけで。4310ですね。ボーナス見ていきましょう。コインボーナス、ミニゲームボーナス、俺でしたね。で、買い物ボーナスがヨッシー。相手ボーナスがヨッシー。そうやね。ヨッシー、この3つのボーナス取ってるの硬いなぁ。ユツさん、すげえ硬い立ち回り。マッキーさんが3回か。レッドボーナスね。ハプニングボーナス、俺取れてましたわ。あ、だから筋をクッパマスボーナスも取れてましたからね。まあ筋的には全然あったかなって感じやね。ただヨッシーがしっかりと厚かかってたなっていうところで、まあ、勝ち切りましたね。おめでとうございました。いやー、ありがとうございました。面白かったです。コイン完走しました。